ね、おしりみょうです。ロックです。それでは今回もセーブニングレベルアップ2020やっていこうと思うんですが、今回はですね IM 香川真司ですね、こちらの選手はいつも通り取るべきかということで徹底解説をしていこうかなと思います。左ウィングで総合値が99ということで、まあ相当能力値の方はもう高いんで、まあもう皆さんねどんな感じかっていうのはもう知ってると思うんですけれども、香川で言うとかなりボールが持ちやすくて、ワンタッチパス、ワンタッチシュート、スルーパス、そしてインサイドレシーバーでダブルタッチが確定で出せるといった選手になってるんですよね。ポチャ TV もいろんなフォーメーションでいろんな監督でいろいろ試しましたけれども、 OMF とかセカンドトップとか、まあそういった使い方もできる、特にみんな試してるのが OMF なんじゃないかなと思うんですけど、こうおもちゃ TV の方でも OMF でね7、8試合ぐらい試しました。で OMF 試した時の召喚を簡潔にまあ述べちゃうと、ぶっちゃけクライブ、カカ、ホルラン、この辺の選手に全然割って入ってこれないかなっていった感じですね。で特にじゃあホルランと比べた時に、ホルランも無印で、カガー同様にワンタッチパス、ワンタッチシュートするパスっていうものが持ってるんですけれども、ぶっちゃけ OMF のホルランと比べた時はやっぱりホルランの方がいいです。っていうのもなんでかっていうと、カガーの場合って確かに動きが非常に軽くてオフェンスセンスも高いで徹底力もある、でホルランにはないダブルタッチもあるんですけれども、ウィニングレベルでフィジカルコンタクトなんですよね。ここがカガーの場合ってバフをかけても72なんで、ホルランの方がこのねフィジカルコンタクトっていう部分が84あるんですよ、バフかけると。だからホルランの方が圧倒的に背負えるんですよね。で特にまあ4312の OMF でも試しましたし、セルゲイ・セマクの、まあ、2OMF の一角として試しましたけど、どうしても香川でちょっと後ろ向きで背負ってキープするっていうシーンがあるんですけど、その時にホルランとかだとやっぱりぐるぐるぐるっとこう小回り効いたね反転してシュートみたいなところに持っていけるんですけど、香川の場合ってねフィジカルでやっぱりちょっとないんで潰されちゃうっていうことがあるんで、まあ、そこじゃダブルタッチで逃げればいいんじゃないかっていうのもあるんですけれども、ゲーム的にも重いんでダブルタッチの入力が入んなかったりとかっていう、ちょっとねよりシビアなゲームになってくるとそこで使うのはちょっと難しいのかなと。 OMF でセカのトップも試したんですけど同じ理由ですね、ちょっと潰されちゃうかなっていうシーンが目立ったんで、 OMF はなんか正直 OMF でカガー使うんだったら別にホルランとかカカとかクライフとか元ガチスカのそういった選手にいいんじゃないかなっていうのがぶっちゃけ思った感想ですね。でこの選手を今回めちゃくちゃいいなと思ったのが、もうここで使ったらこれ間違いなくガチスカ級だなと思ったのがこの監督ですよね、ティモ・ヴィンデバルドの3トップ、そして左ウィングなんですよ。これ登録が左ウィングなんでまさしくここで使ってほしいんですけれども、これの香川がめちゃくちゃ強かったです。っていうのも左ウィングの選手でまずワンタッチパス、ワンタッチシュート、スルーパスっていう黄金のね3つのスキルを持ってて、かつダブルタッチを確定出せるっていうのがほんとねいないですね、今のウィング系の選手に対して。あと香川はインサイドレシーバーなんで、はい、まあ元々その中にちょっと寄るっていうところもあって、インサイドレシーバーをウィングのして置くだけでもうそれが近寄ってくるんで、はい、サイドバックの選手とセンターバックの選手の間にこの香川が入ることによって非常に相手からするとねマークがバグりやすくて、はい、結果的に香川とかラッシュフォードとかメッシとかが活躍しやすい感じになってくれるんで、ほんとねこの3トップの左ウィングで使うっていうのは、おすすめしたい、使い方かなって、ね、これなんで左ウィングで香川がめちゃくちゃ生きるかっていうと、左ウィングの場合って結構前でボールもらえるんですよ。前向きでボールもらえるっていうのが一番大きなところで、 OMM だとちょっと後ろ向きでボールもらって落としたりとか溜めたりとかっていうのがちょっとね負担がかかるポジションなんですけど、前だとこれ完全に結構前で受けれるんで、相手がめっちゃ詰めてきたら香川のワンタッチパスで横に流してもう一回リターンしてもらうとか、で相手が全然詰めてこないんだったら相手のバイタルエリアまで入っていてそこでダブルタッチ仕掛けたりとか、あとはスルーパス、であとは普通に香川ってオフェンスセンスが95とかあるんで、すぐこう斜めからの走りでねメッシとかが抜けてきた時にちゃんとオフェンス的な動きで入ってきてシュート、ワンタッチシュートとかも狙っていけるっていうのがあるんで、この左ウィングのウィングの選手でここまでボールが持ててワンタッチパス、ワンタッチとスルーパスの確定ダブルタッチ持ちとかとか探してたんですけどなかなか見当たらないんですよ。ぜひですね3トップのこの左ウィングで使うっていうのが一番いい使い方になるし、 OMF だと多分いやホルランでよくねとかカカクライフでよくねって思う人は多分たくさんいると思うんですけど、ウィングだったら間違いなくこれはねネイマールよりも上だなと思ったんで、個人的にはこれね使ってあげると超覚醒するんで、ちょっとぜひ一回ね使っていただければなと思います。ということで最後ね、じゃあこの香川使ってフレマ、はい、やっていきましょう。El pase que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. La controla Cristiano Ronaldo. Remata. Este es el gol. Y se rompió el candado. 1-0. Como esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces. ¡Golpea el balón! ¡Golpea el poste!
que la mejor defensa es un buen ataque. Cuando tienes al rival tan presionado en su campo, es que no es fácil responder. Esta intensidad, esta intensidad... El árbitro pita. El pase es prometedor. A ver qué se saca de la manga. ¡Ocagua! Vaya encuentro interesante que estamos viviendo. Cabe desear más goles en este espectáculo que llega al descanso con empate a uno. Posición correcta. Decide jugarla atrás. Ocasión, ¡caramba! La ha dirigido de maravilla. Pueden tener una buena ocasión. Nueva suerte. La manda arriba. Ahora que tiene el balón, puede crear nueva al disparo. さあ、ということでいきましょう。調子好調ですね。コンディション程度8あってね、逆足の精度も高いんで、ほんとウィングだとね、まあ、でも最高峰ですよ。おお、やべえよ、お前それ。ほい。いやー、無理か。危ねえ。あの、スルーパスってね、ああいう臭いのが通るんだよ。いや、今ファール。打つな、危ねえ。あい、こういうフィジカル系がない選手、サイドに置いてあげると、ただ強いね、やっぱり。いや、ちょ、お前、人の、あのボールを勝手にかっさらうの、お前、ほんとやめた方がいいよ。味方から嫌われるよ。ここが上がってるから。ここ入ってきて、ワンタッチ。危ねえ。いやー、ファーサイド打った方がよかったかな。おい蹴るよ。ちょっとミスったな今の。でもいや今の蹴れよ。ちょっとちょっと個人的に今のは自分のシュート技術やな香川の入りは完璧だったね。 OMF とあのフォワードとしてのえちょっとくそ、あそこすり抜けたりする中だったら本当に。あーやばいやばいやばい、ちょっと待って、あ、待ってね。くぅ、いや、おお、なんだっすか。ここで一回ラッシュで、シンジめっちゃ中入ってきてる。スルーパス。おお、ふざけんなよ。これが決まった。簡単だから、このゲームはラッシュとめっちゃ相性いい。そう、このゲーム基本的についていかないから、あの選手に。だから、あのスルーパス持って出してあげればいい。しかも中にいる人、今めっちゃ実質結構 OMF みたいな感じのポジション取るから。ああ、もうそれ抜けてよ。そういうことあります。この辺だとね、前向けると強いね。出して、おい、なんでだよおい、こいつこれすげえ強いから、めちゃめちゃチンチンされてるここへ使ってほしいんだよね。マジ強いのよ。ちょっと待てよ、お前ふざけんじゃねえぞ。これね、スリートップマジ強いよ、ほんと。おい、ファールだろ。あ、止まんないのよ。でシュートも結構バリエーションがあって、コンルーとか持ってんのよ。結構あのなんかうざいっしょ。タイミング見たスルーパスが、そうでスルーパス入っちゃってるよ。あれが出てこないと思うと、今度近づいてダブルタッチとかも決まってくるんで、今度相手が激しくねガツって寄せてきたらダブルタッチあのするっていう感じやな。ほらここにいるからね、結構中にいるんだよ。いやいやいや、ついてけよお前ら。どうしたんだお前、やりたちでやばないついてけよお前香川に。いや、インサイドレシーバーの位置がそう中に入ってる。完全にこれね、あのね、結構インサイドレシーバーのね左ウィングマジで強力なんだけど、右ウィングでもいいんだけど、これねサイドバックとセンターバックがどっちつけばいいんだか、そうバグってんだよね。だからつかないんだよ。そういうこと。キモしよう、キモじよ。まあ強いよ、本当に本当強い。これ左ウィングの最高峰だと思う、はっきり言って。これだるいのよ、
しかもワンパで叩かれて、しかもさ、サイドバックなんてさ、これ AI 今作めちゃめちゃバカだから、ほぼ守備しないの。で、このワンタッチペン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 剥がされてやられると、もう、サイドバックアーノルドとか、ちょっと弱いサイドバック置いたら終わるよ。だってパパール置いてそれだからね、守備的な。それでこうなっちゃうから、結局。守備がままなんないゲームで、強すぎるんだよね。いや、ちょっと待てよ。中だもん、めっちゃ中にいんの。自然とさ、攻撃枚数も増えるしね。お前、タッチどうした？ブンバみたいなタッチして、お前惜しい。ラッシュ走りすぎやろ。ラッシュとは対象いい、ラッシュと相性いいね。だから本当にユナイテッドの補正かけるんだったら入れるべき選手だよね。いや、てかこれマジでガチスカだよ、左ウィングだったら。おい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 、結局マンボウ投げて、あーい、出してもよかったんだけどね、ちょっと行っちゃったって感じ。ちょっともうパパールがさ、いやー、後半ゼロか。あぶね、実質、実質ね。実質なんて、どういうことや。いや、前半、初見殺し。いや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 。